はい、山寺です。今京橋に来てます。これからですね、ちょっとね京橋のね飲み屋をまた行ってみたいと思います。ちょっと今からねどこ行くかはちょっとわかんないですけど、とりあえずね酒場、探してみます。ですね、京橋ちょっと多分新しいお店だと思うんですけど、飲みすけさんちょっと行ってみようと思うんですけども、ね、まだちょっと撮影許可はねちょっといただいてないんですけども。これからちょっと中入ってね、許可をいただいてみたいと思います。新しいお店にちょっと来てます。飲みすけですね。これ京橋の飲みすけ、なんかね飲みのすけさんの名前みたいでね、なんかちょっとね親しみがありますよ。今日はねなんかお店の方浴衣祭りしてるんですけど、まあ顔は NG なんで撮りませんけども、はい、今ねハイボールを注文しましてですね、今からハイボール飲むとこです。ハイボールを飲みます。とりあえずいただきます。いやそれはやっぱり一緒の会社が出てて、ここ結構濃いめですよ。ここはね飲みすけさんですよ。飲みのすけさんちゃいますよ。飲みすけさん、これね絶対飲みのすけさんに来てほしいなと思いますよ。ネタでどうですか飲みのすけさん。最高だ。マグロのですね、ご本人のたたきですね。マグロの頬肉のたたき390円です。ちょっとねめちゃくちゃ美味しそうですね。これほんまにこれちょっと美味しいと思いますよ。ちょっといただきますね。結構ねご本人の歯ごたえと味が最高ですわ。めっちゃうまい。たこ焼き上がりました。たこ焼き上がりました。今日はね、なんかね、店員さん、皆さんね、浴衣着てありますから、ちょっと祭り気分かな、なんかたこ焼き焼かれたりとかね、ベビーカステラとか、なんか祭りメニューがあるんですよ、何か分からないですけどね、とりあえずね、たこ焼き頼んでみましたよ、祭りメニューで、200円らしいね、一応頼んでみました。目の前でね、たこ焼き、実は焼かれてるんです、美味しいと思いますけどね。今日はですね、お祭りメニューということでですね、たこ焼き、これはね、200円です。6個、200円です。いただきたいと思います。これね、ほんまにちゃんとね、焼いてますよ。絶対美味しいやつですよね。いただきます。めっちゃうまい。めっちゃ美味しいわ。中はねトロトロですわ。最高やわ。やけどしそうに。たこ焼きですね。またもう一個いただきます。外はね割とねカリッと上がってない、ね、焼かれてます。中はロリッとしてます。やけどするやつです。ほんまに美味しいわ。最高や。うまいっす。ここは何時から営業されてるんですか？16時から。16時から何時ぐらいまでですか？月曜日から木曜日が、はい、あそこ書いてるんですね。あれを見えと聞くなと聞くなすいません。2杯目のハイボールです。2杯目。いや絶対有名人でしょ。そうです。今ねちょっとあれですわ、メロンパンを入らせた男出てますけど、まあ、今は全然ダメらしいんですけど、その方がたこ焼きをやってます。全国
過去にされてるだけ、面白い酒場ですわ、ここはね、なんていうの、最高ですわ、めっちゃ楽しいとこですよ、2回目、あのね、女性スターばっかりだけどですよ、飲みすけさん、京橋飲みすけさんですよ、ぜひね、これ飲みのすけさんに来てほしいですね、飲みのすけさん、今ね、実はね、視聴者さんと会ってるんですよ、ウィニー2号さん、名前だけ言っときますわ、ただね、あれですよ、あの顔は NG なんで映しませんけども、ウィニー2号さんと、会いました。ですね、たまたまコメントにね、今日京橋の京屋本店で飲んでますよっていうのを見て行きますと、ちょうど時間があったんでね、行きました、来ました。で、京屋さんで飲んでもう一軒行こうということで、ちょっとここのね、飲みすけさんに来ました。実はこの飲みすけさんですね、あの魚助さんの姉妹店らしいんですよ。ちょっと先ほどちょっとね、あのお店の人に伺って分かりました。魚助さん の姉妹店っていうことで飲みすけですよということです。なんでマグロ料理があるわけやなっていう感じですよ。お客さんの顔はちょっと撮れないんでね、雰囲気だけ感じです。カウンターと、座るテーブル席があります。もうね、結構大満足しました。もう今日はね、これでね、帰りますよ。明日も仕事なんで。最高です。ここはもうね、女性スタッフが明るい方ばっかりですね、和気あいあいとした、酒場でした。立ち飲みですね、最高です。今ですね、飲みすけさん行ってきました。これね、あのね、魚助さんの、支店、姉妹店みたいなところですということでね、あのめちゃくちゃあの美味しくて楽しくてですね、女性店員さんがよく行ってはるお店でした。またね、来たいと思います。もしよければチャンネル登録の方お願いいたします。ではありがとうございます。お疲れ様でした。